はいどうもご安全に、性感溶接職人カジチャンネルのカジです。今回は3本ローラーで板を曲げるコツの後編、3本ローラーで板を曲げるコツを解説します。前編を視聴していないっていう方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを見てからの方が分かりやすいと思います。さて、前編は理解していただけたでしょうか。私は何事も下ごしらえや段取りが最重要だと思っています。静観だと図面の理解度、溶接だと解先や清掃、ペンキでも脱脂やケレンがいい加減だと綺麗なペンキが塗れるわけもありません。今回もローラーに乗せるまでが重要だと思います。かといってローラー曲げにもノウハウはありますので、そこを今回は解説します。前編をしっかり理解してもらってからこの後編を見てください。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。では前編で鼻曲げまでが終わっているので、引き続き3本ローラーで曲げていきます。今回はローラーで曲げている動画を流しつつ解説していきます。この動画は途中の上ローラーを下げる部分などは編集でカットしていますのでご了承ください。今回は曲げる品物が2枚あったので2枚同時に曲げています。ローラーに乗せるときはローラーに対して直角に乗せます。ところで鼻曲げの R 止まりあたりが曲がっていないなって思ったことはありませんか。このあたりです。この鼻曲げの R 止まりあたりが曲がらない問題は必ず発生します。どんなに注意してもこの鼻曲げの R 止まりあたりが曲がらない問題が発生すると考えてください。ではなぜこのようなことが起こるのか図で解説します。まずまっすぐな板を3本ローラーで曲げる場合はこのような場所3点で曲がっています。なのでこの部分は曲がらない部分となります。このため鼻曲げが必要になります。鼻曲げがしてある板ではどうでしょう。このようになります。これでは右のローラーに当たっていないので曲がりません。進めていくとここで初めて3点が当たるので力が板にかかります。このことを踏まえて上のローラーを下げて曲げてみます。最初はこのようになります。この時は板に力は全くかかっていません。ここからローラーを回して曲げていきますが、この R 止まりの赤い線が下のローラー付近に来るまでは曲がりが不十分になります。鼻曲げがあることにより板に力がかかりにくくなるのです。赤い線 R 止まりがローラーが回りこの位置あたりに来て初めて板に均等な力がかかります。なのでこの範囲は鼻曲げに近づくにつれ曲げが徐々に足らない状態になるのです。この鼻曲げの R 止まりが曲がらない問題はシビアな曲げの時には問題になります。この曲がりきっていない部分は鼻曲げから遠い部分から徐々に鼻に近づくにつれて曲がっていない状態がひどくなります。修正が必要な箇所が広い場合は一番曲がっていない部分を最後に直すようにします。鼻より遠い部分からローラーでプレスのように押します。修正のいる箇所を上ローラーで押しては上げて曲がり確認、まだ曲がりが足りない箇所があればずらし、上ローラーで押しては上げて確認を繰り返して、型で確認しつつ曲がっていない部分を押して修正します。押しすぎたり押す場所がずれると直すのが大変になるので、R の型で曲がりが足りない部分を確認して曲がりが足りていない部分の側面にマーキングします。イメージではありますが写真のようにローラーの横の隙間から見てマーキングを上ローラーの接点に持っていきます。確実に曲がっていない部分を慎重に押しましょう。
ちなみに今回の動画ではあまり精密な曲げは必要なかったので、この作業はしていません。製作する品物の精度に応じてこの修正作業をするかどうかを決めましょう。3本ローラーは上ローラーが下がれば下がるほど少し押しても結構曲がります。これは下ローラーの板との接点がセンターに近づくことが原因です。この図を見てもらうと分かると思いますが、上ローラーと下ローラーの接点の距離が近づいていることが分かります。プレスでも下型の幅が小さくなれば同じだけ押しても結構曲がりますよね。この図は下型の幅を変えているだけで上型は同じ距離押しています。このように押す距離は同じでも下型の幅が小さくなれば曲がりは大きくなります。この部分を理解して曲げ始めは大胆に押しても大丈夫でしょうが、ある程度曲がってきたら大胆に曲げることはやめて慎重に押しましょう。ローラーで曲げる場合もスプリングバックがあります。スプリングバックについてはナンバー18の動画、歪みを理解しよう第4回目、スプリングバックと応力で解説しています。概要欄にリンクを貼っていますので参考にしてみてください。ローラー曲げにもスプリングバックがあるので、曲げたい R よりも少し多めに曲げる必要があります。基本的に正しい展開で寸法通りなら R 型で確認する必要はなく、板の両端がひっつけばおのずと曲げたい R になっているはずですが、先ほど言ったようにスプリングバックがあるため、板が少し重なる程度に曲げなければローラーから外した時に R が足りない状態になります。そのため最後はこのように板が重なります。バールやクレーンを使ってこの内側に入った端を外側に出してあげましょう。そうすることで最後まで板が曲がります。そのまま進めると図でいう黄色の板が曲がりの邪魔をして板が曲がらなくなります。大きな R の場合や薄めの板などは途中型で曲がりを確認する必要があります。板の剛性がなく1回の曲げで完了する必要があるためです。そんな時はあまり板が出ていない場所で確認しましょう。板が出すぎて覆いかぶさったりすると自重で曲がり R が変わってしまうからです。3本ローラーで板を曲げるコツとしては以上になります。曲げ終わるまでもう少し動画をご覧ください。この曲げが最後の曲げになります。一応 R の型で確認しています。内に入った板を外に出しています。結構重なっているように見えますが、このくらいでちょうどいい感じに曲がります。こう見るとまあまあスプリングバックがありますよね。ここでは上ローラーが上がっていて
板には負荷がかかっていない状態です。今回の曲げはこのように曲がりました。板のズレを万力で合わせて調整し仮付けしています。はい、3本ローラーを曲げるコツの後編はいかがでしたか？理解していただけたでしょうか？この動画を視聴してもう曲げれるなって思っているそこのあなた、曲げてみてください。動画にならないいろいろな疑問や難しい場面に直面すると思います。それが経験となり成長もできます。この動画が少しでも皆さんの参考になればと思います。インシエの技術は絶対に必要だと思っているので、この動画のようなアナログな知識も若い方々に伝えられたらと思うのですが、最近は外注に曲げを頼むのが一般的になりつつあります。それも時代の流れですよね。質問等ありましたらコメントしてください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後まで視聴していただきありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。